からお尻の毛を寄せてあげると、うん、お尻の毛を寄せてあげるとお尻の汚れをピオは取ります。うん、で手で寄せてあげます。ちょうど、はい、このように寄せてあげます。そうすると届かないんでしょうね、自分の首のあれだわ。以上です。はい、見てください、全国最高気温ランキング3時現在ナンバーワン群馬県館林37度、14時33分時点、今も暑すぎますってことでですね、一応肌荷の薬散を最優先事項ということで、これから農薬を求めてですね農協に向かいたいと思います。はい、出発します。こちらにしたいと思います。こちらを試したかったんですが、 500g4400 円、1回50リッターになるんで、これ10回分1000倍なんで、ちょっと無駄が多いかなと。2回しか使えませんのでそしてトップジン M も使いたいと思います。日本一の暑さに乾杯。タンクをよく洗浄します。忘れずに油を差します。あちらの排水を開けた状態で銅粉を動かしたいと思います。まずはこちらをホームハウスに切り替え、このように古い液剤を抜きます。今回50リッターパイプに巻きます。はい、こちら殺菌剤のポリオキシンなんですけど、裏面見るとですね、キュウリに対してはうどん粉ってことで、今回はですねうどん粉対策としてこちらを適量入れていきたいと思います。皆さんよく考えてください。パイプハウスに切り替えます。はい、パイプハウス側のこちらも古い液剤を捨てます。やりすぎはダメだと注意がありましたんで、適切にやっていきたいと思います。こうです、このようにやっていきます。皆さんこちら見てください、この元気のいいツル、かぼちゃですねはい、こちらで殺菌剤の消毒完了ですね。はい、ご期待ください。そして今から丸屋根のハウスに向かいます。こちらのですねヤンマーのトラクターの始動ができなかったんですけど、どうやらこの左のレバーの、これが走行レバーで、これがバック前進ってあるんですけど、これをニュートラルにしてあげればキーをオンで、はい、かかることができました。はい、無事エンジン始動できました。時刻は5時17分ですね。これから丸屋根のハウスの掃除を、片付けをしていきたいと思います。まずこの古コンですね、これをまずきれいにして、あとマルチを剥いでいきたいと思いますね。プルルルプシュってことで、明日からですね、多分もう朝から集中してこちらできると思います。はい、あとは、まあ、この辺も掃除しないといけないですね。いずれは雑草だらけなんで、雑草が枯れちゃっただらけなんで、はい、ということで頑張っていきたいと思います。皆さんも今日はお疲れ様でした。最初はピーヨピーヨじゃんけんパーじゃ、またちょっとですね、まだ周りの状況が分かってませんので、腹から声が出てないですけど勘弁してくださいよし、やってきます。この紐もですね、結構引っ張るとブチブチ切れちゃうんで、やっぱり1年以上は多分経ってますね。これ引っ張ると切れちゃうんですよ、ほらこのように切れちゃう。はい、吊るす紐をですね、ターセン片付けたらもう6時になってしまいましたんですごい、そして暑い、汗が止まりませんので、今日はこれで撤収したいと思います。お疲れ様でした。こちら不自然に雑草がないんですけど、大丈夫ですかね。ねえ、何がいるんでしょうか、そこに。ポケポッコ、大好きなピーマンだよ、ほら食べれるかそれ、もっとかい、大丈夫かい。おー、丸の実、もういい子だね。いいクリップリだね、ピューちゃん、いいクリップだね。うん、アリもいるよ、ピューちゃん。うん、お尻、あ、綺麗になったね、お尻ね、今日やったからね
もっと触らせてよ。あピューちゃん。よし、本日も誠にお疲れ様でしたね、ピューちゃん。煮干し美味しいでしょ。ん？もういっぱい食ってるね、煮干し。好き切りしたいと思うんだよ、ピューちゃん。ん？蚊がいるか。ああ、蚊がいっぱいいるんだよね。また明日だな、ピューちゃん。ん？お疲れ様。はい、古い液剤を抜きます。全然出てきませんね。はい、こちらを切り替えるの忘れてました。